まずはトミーヘブンリーさんも素敵な新曲を披露してくれます。トミーヘブンリーです。今回の新曲はヘビースターリーチェインという曲で、失恋をテーマに、書いたんですけども、すごく失恋を認めたくないとか諦めたく、まだ諦めたくないみたいな気持ちをなんか楽しんじゃってるっていう雰囲気で聴いてもらえればいいんじゃないかなと思います。